ライオネルね、ライオネル。何がいいかしら。ああ、自宅を壊すところだったわ。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年7月28日、火曜日の午後1時57分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから、飛ばしすぎないよう無理にないペースでお過ごしくださいね。それでは、雨降りよるけど結構明るい？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴ってる。ん？雨降りよるよね。降りよるよね、びっくりした。あ、でも結構、え？晴れてない？ねえ、なんか雲。うん、虹がかかっとるやん。ちょっと待って、見る。今、闇寄るところってこと？マミーさん。物知りなアイナさんへ、履歴書の特技を書く欄に皆さん何を書いてるんでしょう？私、料理とお掃除ぐらいしか得意なことが思い当たらなくって。マジックとか一発ギャグって書ける人のこと尊敬しちゃいます。真面目なマミーより。マジックとか一発ギャグ？何の履歴書にそんなことが書く？真面目なことしか書いたことない気がするんやけど。ん？雨。お？上がってはない。微妙に降ってる。ほら、虹！いいね。あつ森で初めて見た虹。やったぜ。綺麗。よきよき。そしてちょっと早速私はこれを切り倒します。あ、やんでないね。でも多分まあ、もうすぐやむっていうぐらいやと思う。あ、やんだ。出なかった。その繰り返し。よし。ふぅ。ちょっとね、3桁しかなかったけん。よいしょ。お金を。ん？飲み飛んでる？気のせいか。あ、ケイトさん。わーい、アイラくん。おしゃべりしよう。君は今から何をするつもりなの？僕もこっそり真似しちゃおっかなーでし。マジで、今から私、ケイトさんの、また、なんていうん、あれ。なんていうか忘れたけど、あれやるよ。あら、こんにちは、生だわ。お話ししよう。今日すごいシンプルな格好やね。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ、生だわ。ヨガ用の服とかってことかな、これ。どうもー。あ、今度こそ上がったわ、雨。あら、こんにちは。今日もデザイナー修行のため、アイラ島に来ているんですよ。よかったらまたリサーチの協力をお願いしたいんですけど、今回見せてほしいのは、ホラーなコーディネートです。ホラー？ああ、なるほどね。ハロウィンの日に着るような、ちょっぴり怖いダークなテイストのコーディネートを見せてください。なんか手前でめっちゃカタツムリ見ようやけど。参考用として、ホラーのイメージな服をお渡ししておきますね。でも、ホラーのイメージな服ってあんま、ん？消えたカタツムリ落ちた？ドクロ T シャツです。こんな感じのイメージで、ホラーの全身コーディネートをしてみてください。あ、おったわ。もし難しそうであれば、これに合いそうなアイテムを身につけるだけでも大丈夫ですよ。私はここで待ってますので、よろしくお願いしますね。こう、あ、もうそこだけなんやね、カタツムリ残っとんの。どれぐらいまで残っとんやろ。もう雨上がっちゃったけど。あ、なるほど。ほら、こういう感じ。あのカタツムリ落っこちたらもう復活しなさそうやな。ちょっと待って。ほら、ほら。でも手持ちにはないけん。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。なんかここさ、二つ並んでめっちゃ、なんて言うん。舞台とかで着れそう。ミュージカルみたいな。あ、待って、試着室。入ります。試着室を使いたいのね。どうぞ。どんな感じかなぁ。ホラー。全然ホラーチックな感じのなくない？え、全く持ってなくない？ないっすね。ほら。まあ、ここはないけん。どうしよう。どうしよう。どう組み合わせていこう。でも全然ハロウィンに着そうな服じゃなくないこれも。一個もないね。ちょ、待って、手持ち見てこよっか。やめとくのね。またしてもどうぞ。このまんま行っても評価されるんじゃない？あ、おきに、またどうぞ。虹はいつまで出とんかな？
あ、もう消えた？あ、いや、違う。まだうっすらかかっとるわ。あ、カタツムリは消えてしまっている。なるほどね。なるほどね。はい、それじゃあちょっと手持ちでホラーチックな感じの探してくるわ。服。待って、普通にあっちで着替えた方がいいか。ね、着替えてみんとちょっとよくわからんよね。木製クローゼットで着替えようかな。着替えまーす。ホラーチックな。ホラーチック。ないよね。え？一個もないよね、そんなの。だって基本的に私可愛いと思ったものしか買わんもん。じゃあこれに合わせますか。迷彩スカート。いや、ズボンの方が合うかな。探検服のズボン。ただのカジュアルコーデみたいになったけど大丈夫。大きなリボン。いや、違うな。何をどうしたらホラーなんだか全くわからねえ。文字キャップ。ほら、普通にオシャレな感じになった。普通にオシャレな感じになった。え、これ大丈夫？いける？ほら、全然ホラーじゃなくなった。超カジュアルコーデになった。あ、この服そう好き。大丈夫かな？でもね、ないからしょうがない。ってことでちょっと私はこれで挑んできます。まあ、なんかね、ダメな気がするけども、どうすか。あら、着替えてきてくれたんですね。そちらのコーディネートもう見せてもらっていいですか。はーい、ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん、なるほど。どうでしょう。程よくホラーテイストが含まれたコーディネートという印象を受けました。個性が出ていていい感じですね。まあ、多分その程よく出とるホラーテイストっていうのは、もらったやつだけやと思うんやけど、あなたのコーディネートを見てまた一つ引き出しが増えた気がします。どうもありがとうございました。お礼の仕立て屋クーポンは後でご自宅に送っておきますね。仕立て屋で使えるのでよかったらどうぞ。多分1枚とかやろうな。次もまたよろしくお願いしますね。ありがとうございました。まあでも手持ちだけで完成したけんいいや。余計な出費はなかったということで。それじゃあ、今日の、ないっすね。あ、どうも。よ、あやな、き。話しに来たよ。今日は散歩日和だな。こうしておめえとも話したし、心も晴れやかだぜ。き。私今手持ちの服って、あ、そっか、コックさんか。コックさんが似合いそうな子別におらんよね。挨拶？はい、住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。さあ、そして、ここにまた埋めておきますか。今日なんかバッタめっちゃ飛び寄らん？まあ、バッタだかキリギリスだかわからんけども。よし。ここに。違う。1万ベルを、埋めます。イェーイ、これでまた、3万ベルになって帰ってくるわ。よきよき。んで、今日のメッセージボトルは、ないぞー。お、モニカ。おうちに。どうも、運動中やった？アイナちゃん、こんにちは。部屋でのんびりしたとこよ。たまにはこういう日もいいよね。あは。あ、もう一休み中やったんか。おしゃべりしよう。アイナちゃんが昨日蜂にされちゃったこと、島中の噂になったよ。マジで。巣を落とされた蜂って超怖いからピピって逃げ遅れることもあるよね。どんまい、アイナちゃん。あは。なんかさ、もうみんな助けてくれんのよね。薬とかくれんのかな、つもりでは。もっとね、飛び盛りの頃みたいに、大丈夫？アイナちゃん、みたいな感じで、渡してくれていいんだよ。まだ見ぬいたしのマイハニーへ、今までのダイアリーを整理していたら、面白いレシピを発見したんだ。きっと君も作れるはずさ。
僕のレシピがあればね。うまくできることを祈ってるよ。彼女募集中、ベアードより。クマやね、そのまんま。デコイ、持ってないね。イエーイ。これでまたなんかいろいろ広がりそう。池の周りとかに置く。池に浮かべれたら一番いいんやけど。あ、なにこれ完璧に木やん。多分ここからはペイントとかできるんやろうね。いいね、いいね。そこからいろいろと色を塗りたくって変えていけれるはず。お邪魔します。お勉強中。特に何も。文字が書かれてるだけか。ねえ、いつも雨の時にこれ持ってってさしよん、わざわざ。ありがとう。常に乾かしよんかな。アイナさん、いらっしゃいだってば。世間話でも。明日はライオネルさんの誕生日ね。私からしたら誕生日なんて言っても、たらたら嬉しかった昔とは違うけど。だからこそ、みんながお祝いしてくれるのが、身に染みて嬉しく感じるのよね、だってば。そっか、ライオネルの誕生日プレゼント用意しとこう。何がいいかな。とりあえずその気象店に見に行ってみて、なかったら手持ちから出しますか。でもこういうのって現実的に考えたらね、なんか自分家の炭素あさって出てきたものあげるって微妙すぎるけど。チーズ、気合足りてる？だってね。話を聞きに来たよ。海の向こうに島影が見えるだろ。あっちの島にはどんな奴らが住んでるんだろうね。だってね。私はいろんな島を見に行ってきたよ。みんなもね、お出かけとかすればいいのに。帰ってきては欲しいけど。どうもー。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。これ欲しい。私が。そちらの商品は書斎の机でございます。お値段は1万ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。あれ、私今ね、2階の部屋を、ちょっと書斎というか、お父さんの部屋みたいな感じにしとるけん。どんな感じやねんって感じやけど。イメージ的にね、ちょっとおしゃれなお父さんみたいな感じの部屋にしとるけん欲しい。サッカー台なんかめっちゃカラフルやねん。お父さんの部屋にも置いとるけどさ、あの、熱盛の。自分で勝手に決めたお父さんの部屋。6万9000ベル。ダメだわ。じゃ、とりあえずあれか。ライオネルに渡す分は自宅からということで。ラッピングして持ってくね。ということで、自宅。ライオネルね、ライオネル。何がいいかしら。ああ、自宅を壊すところだったわ。さあ、これで。とりあえず、ラッピングは、なんかゴミめっちゃあるな。びっくりするぐらいゴミいっぱいあるな。黒いラッピングペーパーで、プレゼント。服とかでもいいよね。これとか似合うんじゃないかな。王様の服。じゃあこれにしようっと。あっという間に決まっちゃったわ。はい、黒いラッピングペーパーで。包みましょう。王様の服。よし、プレゼント完成。これでオッケーね。よしよし。あっという間に、ライオネル用のプレゼントも、ゲットできたことだし、ゲットっていうか元から持っとったけど、ま、自分とこのね、アイテムも減らせるし、よき。お、何作ってるんだい？こんなものを作れるなんて、オイラって天才かもな。お前もそう思わないか？な心。何を作ってるのかわからねえ。へへ、聞いて驚け。オイラ今、背負いはしごを作ってるところなんだ。え？筋トレしてたらビビッとひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。それ実際に道具として使えたらいいのにね。あの、普通に自分が今使いよる、はしごみたいな感覚で。手に持つんじゃなくて背負うのか。どんな感じやろ。あ、覚えてなかったまだ。背負いばしご。ふんふん。背負いばしごのレシピを覚えた。
どんだけの種類のアイテムがあるんやろうね。どんどん覚えていくわ。すごすぎる。あ、こういう感じか。なるほどね。え、あれ、はしごじゃないの？なんか丸太みたいなん背負っとった。おし、それじゃあ、ん？私何しようとしたんやったっけな。特に何もしようとしてなかったっけ。あ、虹が消えかけてはないね。結構長い間、かかっとんかな。あ、そうそう、化石を発見して持っていこうかなって思ったんやけど、ないっすね、化石。ないっすね、化石。特に。あ、またね、雑草をさ、めっちゃ引っこ抜いたんよね、昨日。動画外で。なんか30本か40本ぐらいあったんやけど、こういう時に限ってね、レイジ君はやってこんけん。私は普通にたぬき商店で売りさばいたけども。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ明日はライオネルの誕生日ってことで、ね、手持ちの中からプレゼントもちゃんと選んだし、渡すのが楽しみ。どんなメンバーが集まるんやろうね。